バニーはフェルヘッドの状態ウーロンは北海道で飼われていたペットのカユサギでバニーはフェルヘッドとして世界的に知られるようになった。ウーロンの飼い主はウーロンの頭に物を乗せた写真を自らのウェブサイトに投稿していた。このウェブサイトは最初の4年間は親しい知人だけが訪問するような無名の存在だった。2001年にサイバーパンクというサイトのブロガーが 日本の珍妙な風習としてこのウェブサイトの写真を紹介した。はじめはこの写真の出どころを隠していたが、ある時誤って、ウーロンのサイトの URL を書き込んでしまい、何百万ものアクセスが、ウーロンのサイトに集中することになった。これは、インターネットミームの来歴を明確に辿ることができる、稀有な例である。ウーロンは、飼い主がヘッドパフォーマンスと称する頭に物を乗せて、 バランスを取る技術を教え込まれた。飼い主がウーロンのこの才能を初めて見出したのは1999年5月24日で投稿された写真ではウーロンは頭に3 5ト、mm、ルフィルムの保存用ケースを載せていた。やがて飼い主はティーカップ、パン、果物、ドラ焼きなどを載せるようになり、ウサギの頭骨を載せることすらあった。動物虐待であるとの批判もあり、 サイトの管理者はこれに対する弁解を掲載する羽目になった。ウーロンの生涯を通じて飼い主はウーロンの頭に自然のもの、人工物など様々なものを載せて何百もの写真を掲載した。ウーロンはメディアに注目されるようになりニューヨークタイムズにも掲載された。これらの結果、ウーロンはインターネットミームの一つになった。ウーロンの写真の一つは バニーはフェルヘッドと呼ばれ、フォトモンタージュの人気素材になった。また、パンケーキを頭に乗せた写真は、I have no idea 中、リトーキング・アバウト、ソーヒアーズ、エーピクチャー・オブ、エーバニー・ウィズ、エーパンケーキ・オン・イッツ・ヘッドというインターネットスラングの一つに使われるようになった。ウーロンは2003年1月7日に死去。その後、飼い主は新たに、ネザーランド・ドワーフを飼い、月平と名付けて、 ウーロンの後継者とした、ありがとうございます。